ウェントワースクラブは、ロンドンの南西部、ウィンザー城からさほど遠くないサリー州、バージニアウォーターにある会員制ゴルフクラブ及び、ヘルスリゾート。クラブは1922年に創立された。中国の北京に本拠を置く、レイムウッドグループが2014年9月にクラブを買収し、新しい社債方式の会員制を導入した。ウェントワースは、 ウェリントン校の義理の兄弟の住まいとして19世紀に建てられた。その後1850年にカルリスタ戦争の結果英国に亡命したスペインの将軍、マエストラズゴ公と彼の相続人の妻により買い取られた。ウェントワースのクラブハウス彼の死後、その妻であるキャサリン・アンボーン・リチャーズはカブレラ・トラストという財団を作った。財団は周囲の土地を買い取り、 牧草地や小川、それに夫と一緒に旅行したヨーロッパ大陸から持ち帰った樹木類を保護した。これが現在のエントワースエステートの中心部となった。1912年デベロッパーであった WG タラントはウェーブリッジのセントジョージズヒルの開発を開始した。これはゴルフコースを中心とした最小区画面積1エーカーのプロットに基づく。 高級住宅地の開発だった。このセントジョージズヒルの開発に成功したタラントは1922年、ウェントワースエステートでも同様のことを目論み、この開発権を買い取り、セントジョージズヒルの時と同じハリー・コルトに、ウェントワースハウスの周囲を取り囲むようなレイアウトのゴルフコース設計を依頼した。タラントは、セントジョージズヒルで成功した時と同様に、 敷地面積の大きな宅地を開発した。だが、1920年代後半の大恐慌のため、ウェントワースエステートの開発は差し止めとなってしまった。1931年に入り、銀行に多額の社債の償還を求められた時、タラントは破産を宣言することを余儀なくされた。土地の所有権は、サーリンーパーキンソンカンパニーリミテッドの 支配下にあったウェントワースエステートリミテッドに移った。ウェントワースクラブはプロゴルフとの関係が深いことでよく知られている。1926年のハリー・コルトがデザインしたことで有名なウェストコース。1924年にウェストコースよりもコルトが先に設計したが、あまりプレイされていないイーストコース。新たにジョン・ジェイコブスが設計した。 エディンバラコースの都合を3つの18ホールコースを持ち、さらに9ホールのパー3エグゼクティブコースもある。ヨーロピアンツアーの本部はこのクラブ内にあり、毎年ツアーズ PGA 選手権が開催される。1953年のライダーカップと、1964年から2007年までのワールドマッチプレイ選手権の会場にもなった。クラブは同時に開発され現在では、 ロンドン郊外で最も高価な住宅地の一つに数えられるウェントワースエステートに囲まれており多くのトップゴルファーや他の有名人が家を構えている。その一人は2005年にこのクラブのワールドワイドツーリングプロフェッショナルになったアーニーエルスである。ゴルフコース設計も手がけているエルスは2005年から2006年にかけての冬場にウェストコースを310ヤード延長し、 30のバンカーを追加する改修を手掛けた。ウェントワースにはテニスコートとヘルスクラブもある。ウェントワーステニスヘルスクラブはジム、ダンススタジオ、ヘルススパ、オゾンスイミングプールとジャグジー、宅児施設、更衣室、カフェで構成されている。この大規模な施設は1999年に建築家ブロードウェイ・マリアンによって900万ポンドをかけて完成した。 2004年、クラブはファッション業界の起業家であるリチャード・ケアリングによって1億3000万ポンドで買収され、2014年には北京に拠点を置くレインウッド・インベストメンツに1億3500万ポンドで売却された。1828年に出版された南東部からのポートナルパークの眺め。かつてはビス・シャロナーの邸宅だった。およそ400エーカーの不動産。現在は ドーミーハウスとして知られている。羊は現在のフェアウェイの位置を示す。ウェストコースのスコアカードウェントワースエステートのカブレラトラストイーストコースのスコアカードエディンバラコースのスコアカード。ありがとうございます。